ミシシッピ川、ミシシッピデルタの地図とアメリカ合衆国における位置ミシシッピ州の位置、ミシシッピシークスは1930年代アメリカのギターとフィドルと歌のグループ。カントリーブルースを演奏したが、ポピュラー音楽の多くのスタイルでカバーされた。2004年にはミシシッピのミュージシャンの伝道に入り戸の。1930年のブルースシングル。 世界の上に座ってはグラミーの殿堂に2008年に殿堂入り。ミシシッピシークスは主にミシシッピ州ボルトン出身のチャットモン一家から構成され、彼らはミシシッピデルタ一体で有名だった。カイソヘンダーソンイザルチャットモンは奴隷制時代のミューズシャナーであった。彼の子供たちは彼の音楽的精神を継承した。彼らのうち最も有名なメンバーは、 アーメンターチャットモンであり、ゲーメイボーカーターで知られる。彼はシークスと共演する一歩ソロでも成功した。むしろソロでの成功がシークスを有名にしたとされている。バンドは1930年に発録オン。ラインアップはボートサムチャットモンが忙しくなるとチャーリー・マッコイが参加した。グループの中心人物はロニー・チャットモンとビンソンだった。 リンソンが単独で書いた曲も多い。バンド名は、ルドルフ・バレンチノの主演映画、ザ・シークから来ていると信じられているが、彼らの最初のプロデューサーポーク・ブロックマンが、当時の大ヒット、シーク・オブ・アラビー、アラブの酋長から付けた。ボーカーターのソロ作品は、性的視さに富む曲で知られ、これはグループについても言える。彼らは最初は、ロバート・ジョンソンや、スキップ・ジェームズと同じ方法で稼いだ。 南部をツアーした。また、遥か、シカゴやニューヨークまで遠征した。最初で最大の成功は、世界の上に座って、シッティングオントップオブザワールドで、200万枚以上売れ、あとに、ボブ・ウィルズ、ハウリン・ウルフ、ナット・キング・コール、ビル・モンロー、ハリー・ベラ・フォンテ、フランク・シュナトラ、ボブ・ディラン、クリーム、グレート・フル・デッド、ジェフ・ヒーリー、ジョン・リーフカー。 ビル・フリゼールとジャック・ホワイトが録音した。同曲は、エリア火山制作、アンディ・グリフィス主演の映画、群衆の中の一つの顔に使われた。次に、恋人の葬式を振り返る歌詞で、ビンソンの巨匠級のギターソロを含む、ストップリッスン・ブルースも、大ヒットした。彼らは5年間で70曲を、OK、パラマウント、ブルーバードに録音した。 ミシシッピシークスとしての最後のセッションは1936年だった。某はソロでさらにいくつかのセッションを行うも、1938年に契約を打ち切られた。バンドが妖怪すると、チャットモン兄弟は音楽を諦めて農業に戻った。シークスと関連グループ、ミシシッピーマットステッパーズやブラックスネークスは1930年代前半に100曲ほど録音し、 世界は間違っている。あなたのために目が充血などのオリジナルもあった。時事ネタ曲、消費税もある。サムチャットモンは1960年代にさらに録音を行い、ウォルター・ビンソンはリバーサイドレコードの1961年のシリーズ作品、シカゴ・リビングレジェンドに3曲で参加した。なお、世界は間違っている。あなたのために目が充血の2曲は、 ボブ・ディランが1993年のトラディショナル集、奇妙な世界にでカバーした。ディランは、シッティング・オントップ・オブ・ザ・ワールドを1992年のトラディショナル集、グッド・アズ・アイ・ビーン・トゥ・ユーでカバー。また、ディランは2007年のラジオ番組、テーマごとのラジオ時間で、あなたのために目が充血の原曲を全米に放送。同曲は、同番組のコンピレーションアルバム、ボブ・ディラン・ラジオ・ラジオ。 テーマタイムラジオアワー、ボリューム4ディスク1に搭載された。ありがとうございます。